なんかどんぐらい来た？こんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら千葉県の物井駅前に来ております。今日この後、このトランスイート敷島の通過を見送りたいと思います。今ですね、ちょうど冬、1泊2日のね、コースを、運行していて、基本的に、3月までかな、土日、ね、同じコースを走っております。物井桜館、この辺りもね通って、鹿島神宮の方にね、こう何回もこう行ったり来たりしながら鹿島神宮に行くっていう工程で、日中に見れるのが、今ですねまさに12時過ぎぐらいでその1回きりなので、あとはねもう夕方の6時ぐらいでちょっともう暗くなっちゃうので、その1回をね旗を作って見送りたいと思います。近いね。おー、いってらっしゃい。そうそう、そこまでそこまで。いってらっしゃい。あ、本当だ、いるね、貨物ね、すごい本当に見晴らしがいい。ずいぶん奥まで見える。そこじゃないよ。あ、これムービーになっちゃってる。ムービーじゃなくてここだよ。ここ押すんだよ。撮るときは他のボタン押しちゃダメよ。他のボタン押したら撮れなくなっちゃうよ。おお、すごい。見て、それ違ってた。撮れば今撮れるんじゃない？今でいっちゃう。うん、もうちょっとで来るよ。ほい。大きい、どうする？自分で作ったちっちゃい旗振る？それともこの大きい旗にする？自分でチョキチョキ切ったやつもあるよ。はい、練習いきますよ。まだ遠い。うん。この河川敷に来たら。うん。パシャ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 、長押し。バイバーイ。練習練習。こうようこそ千葉に千葉にようこそ。あら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 。テープなしでってママ作った。うん、そうだよ。おお、敷島だ。来た。来ましたよ。本番よ。すごーい。一回しかない。本鳴らせる。一回しかない。一回しかないよ、時。こっちのお手手で持っときな。おーい、ようこそ千葉にいってらっしゃい。素敵な旅を。あ、運転手さんも手を振ってくれて、すごい。いってら、いらっしゃる、いらっしゃる。あ、すごい。いってらっしゃい。本番にもいるかな。いってらっしゃい。ようこそ千葉にようこそ。いいじゃん。初めてでしょ、実写見たのね。明るくて見えない。明るくね、見えない。いい感じよ。おお、まだほら、まだあっちにもまだ見えてるよ。おお。いってらっしゃい。いいね。あら、なんかいいじゃない、ラッキーじゃない。ね、こう幸運にいい旅に。あ、本当だ本当だ。すごい結構向こうでも頬鳴らしてたね、うん、みんな見てるんだあっちでも。いいよいいよ、気持ちがね大事だから。やっぱね乗ってるとね、こうね沿線の皆さんが旗振ってくれるのすごい嬉しいから。いやーよかったよかった、うん。さあということで無事、このね物井桜館物作でね、敷島を見送ることができました。本物見てどうだった？すごかったね。大きかったね。色も素敵だよね。なんかこのすごい景色、今日はねちょっとお天気が曇りですけどね、この時期のこのなんか田んぼのね色合いすごい合ってた。あ、分かった、うん、そうみんなねいっぱいいたの分かった、うん、ね6号車と5号車のところね、さっきのマークみたいな、うん、うん、あそう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 、マークあった。あんなとこの、うん、あんなとこがご飯食べるわ。そう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 。あとねデッキのところ、展望のねところにもいる方もいらっしゃったし、お部屋にもね窓から見られてる方もいて、いやーよかったね。旗も作って、いや本当に私もね2回、敷島に乗車することができて、しかもねつい先日、少し前にこのねまさにこの1泊2日のコースを乗ってきたばっかりで、でどうやって来てたよ。うん？ドレス着てたじゃん。あ、ドレス着てた。そうそうそう、ドレス着てたね。そう、敷島ドレスコードもありますから。ね、で、実際に私もこの全く同じ1泊2日のね、このコースを、少し前に、乗車して、やっぱその時もね、この物作ですごくみんな、こうね、旗を振ってくれてるのが嬉しくて、でももちろん他のね、沿線にもたくさんいらっしゃって、ね、すごくこう、乗車してる側からしてもね、嬉しいので、ね、ぜひ皆さんも公式のホームページからこの旗とか、あと横断幕のなんかデザインもねダウンロードしてお使いくださいというふうにありましたので、ね、もしよかったら、ね、近く通る際は旗作ってお見送りしてみてはいかがでしょうか。ということで物作で敷島をお見送りしてみたでした。ありがとうございます。親友田んぼ取ればレアだ。2連続でレア来た。来た。気をつけて。旗を？旗振るの？いってらっしゃい。いってらっしゃい。暴走エクスプレス。